何ば買ったですか？今日はバレンタインのチョコを旦那と子供に買おうかなと思って。鉄火巻きと恵方巻きを。商品って少し割高かなってちょっと思ったりするんですけど。あ、そうですね。そうですけどね、結構あの味は間違いないので、起きたらこっち買ってから帰ります。コロナ禍でも物価高でも売り上げを伸ばし続けるデパ地下。できたてライブ感、他の百貨店には負けない。つぶやに来れば常に新しいものが見つかる。衰え知らずのデパ地下人気、その販売戦略に迫る。熊本を代表する百貨店鶴屋。お昼を過ぎると地下1階には徐々にお客さんが。デパ地下に来るお客さんっていうのは増えているんですか？まあ、惣菜売り場に関してはですね、だんだんお客様が実際増えて売り上げも伸ばしているというような状況です。百貨店の売上1位といえば衣料品だった1980年代ですが、現在は衣料品と食料品の売上シェアが逆転しているところも。実際全国の百貨店やスーパーの売上比率を調べてみると、食料品が占める割合は年々増加しています。売上を加速させるきっかけの一つとなったのが。コロナ禍は特に関係なくってことですか？そうですね、あの逆にコロナ禍になった時に、まあ、当然下がるという予測もあったんですけども、実際は家中需要も含めて、お惣菜をお買い求めいただくお客様が増えたというのが、状況でございます。地下では何ばかったですか？これは200、はい、こちらですね。海苔弁と天ぷら、それからもう一つ地下でお肉とお魚。今日はこれお昼ご飯かなんかですか？何もしなくて美味しいものが食べられたらな。ちょっと贅沢しようかなと。デパ地下の商品っていうのは少しこう割高なのかなとも思うんですけど、そこら辺はこういかが？そうですね、あの当然あの金額的に高い商品もあるんですけども、まあ、お求めやすい商品も含めて、ある程度幅広いラインナップを、敷いてますので、節約ということもあると思うんですけども、やはりあの使うときは使うというような風潮もあると思いますので、美味しいものがあるからいつもよりも高いかもしれないけども、ここにしかないから買っていただくと。お金をかけたいものにはきちんと使うというメリハリ消費が増えたことも売上上昇につながっているといいます。普段使いのお客様いらっしゃいますけども、やはり晴れの日とか贈り物とか、そういう大切なお客様に使われるご神物、そういうもので使われる方が多いのではないかとは思います。実際にそういった中でこう売上の上位っていうのはどういったものになっていくんですか？やはりあの食料品で売上が一番大きいのは惣菜と言われるような部分が一番大きくなります。それとやはり和洋菓子という部門に関しては、その後に次いで売上が高い状況になっております。消費者に合わせ徐々に惣菜コーナーのフロア面積も広くなり、今ではおよそ3分の1を占めるほどの人気なんです。需要に合わせ拡大し続ける惣菜コーナー、なぜこれほどまで衰え知らずなのか。そこにはある戦略が隠されていたんです。はい、こちらがじゃあ売上が1位の場所なんですか？そうですね、あの惣菜売り場の中で RF1 がやはり、惣菜の中で一番大きい売上がございます。僕あのさっきちょっと思ったんですけど、エスカレーター降りてきたらドンと見えるじゃないですか。こういったところもなんか影響してるんですかね？そうですね、売り場全体でいうとやはり、まあ、売り場の両端に、この、RF1 さん全国のブランドと、はい、まあ、奥にもあるんですけど、柿安ダイニングさんという全国の人気ブランドがあることによって、はい、全体的な回遊性というのは、できてるんではないかというふうには考えてます。それはこうあえての狙いだったりするものなんですか？全体的にはやはりあの、売り場が広いですので、惣菜売り場、そういう中では、できれば全部を回っていただきたいという狙いもありますので、まあ、そういう意味では両サイドに、まあ、パワーブランドと言われるような当社にしかない人気のブランドを配置することによって、まあ、全体の回遊性が取れるというふうには考えてます。デパ地下に来た理由って何ですか？いっぱいあの種類が豊富かなと思って、選びやすいかなと思ってきました。産休に入るので職場の方にちょっとお菓子を買いに来ました。いっぱいあってちょっと悩んでます。でもいろんなお菓子とかもあるし、なんかお惣菜とかもあるんで、見てたらお腹空いちゃいます、ね、いい意味で人を悩ませる売り場作りをキーワードに、全国の百貨店とは少し異なる方法で消費者の購買欲をかきたてているのも鶴屋の特徴です。ずっとこうお話伺ってて思ったんですけど、すっごいいろんな匂いが
しますよね。まあ、当社の方は、表で、厨房を設置しているところが、ある程度数がまだありますので、そういう意味では、出来たてライブ感、そういうのと、まあ、匂いとかもお客様に感じていただけるのではないかというふうに思います。全国ブランドと当社にしか逆にない、熊本のお取引先というのもありますので、他の百貨店には負けない、というところもありますし、逆に言うと、より魅力的な商品もありますので。匂いを意識している一方で、鶴屋デパ地下の売上ナンバーワンのこちらでは、お客さんの目を意識した戦略が。お客様の食卓をイメージして、まあ、サラダとおかずという形で横に並べるような配置をして、お客様に一緒に買っていただくようなイメージをこのケース内で表現しています。照明も実はサラダと揚げ物で変わってまして、サラダが映えるような照明を使ってますね。サラダはより白い白色、揚げ物は暖色の方です。ちょっとオレンジのかかった照明になってます。一番いい場所で商売させていただいてますので、やっぱりここにボリュームを出してお客様に分かりやすくお見せするように意識はしてます。では次に気になるのが、どのようなテナントを選んで出店しているのか。お菓子部門で売り場マネージャー兼バイヤー歴9年の森田さんに聞いてみました。何を第一優先に選んでるんですか。やはり一番は繰り返し来ていただく、あとはお客様からですね、直接お声を私もいただくことがありますので、はい、そういった、まあ、ご要望にお答えするというような形でも、はい、選ぶ基準にはしております。熊本県では鶴屋でしか買えないものでしたりですとか、わさもんっていうような言葉があるぐらいですね、初めての登場だとかそういったものには興味を持たれてですね、多くお並びいただいたりするんですけども、そういったものもですね、やはり複数回催事などで重ねていくと本質が見えてきますというか、本当に人気があるのかどうか、本当にお求めであるかどうかが分かりますので、そういったところで見極めています。売り場マネージャーを兼任しているバイヤーがいるのは全国の百貨店でも珍しく、自身が催事の売れ行きを見て判断できるのも鶴屋菓子部門の強さの秘密なんです。そして売り上げを伸ばすための仕掛けがもう一つ、現在開催中の催事を例に教えてもらいました。実際このお客さんの動きを意識されてたりするんですか。会場入っていただいて、だいたい右回りっていう形で予想してるんですけども、並ぶ順番によって海外の高級チョコレートから国内のチョコレート、そして国内のお菓子と、順番にですね、お客様が見やすいように。お客さんの流れを見てみると、入り口から入って右手に行く人が多いのが分かります。そして価格帯も徐々に高い商品から低い商品を見てもらえるようにブースを配置し、思わず買いたくなる消費者心理をついた戦略なんだそうです。試食を強化して配るブランドもありますので、そこでは多くですね、試食をゆっくり楽しんでいただいて、その待ち時間の間にですね、高級チョコレートなど見ていただけるスペースを作っております。さらに四隅に試食コーナーを配置することで、お客さんの動線の妨げにならない工夫をしているんです。熊本でもさまざまな競合とかっていうのは増えてきてるかと思うんですけども、百貨店のこのあるべき姿というのはどう思われますか。他社様もですね、非常にいろいろなことをやられて面白いイベントとかも増えてきてるんですけども、百貨店でなければ展開ができないだとか、私たちでなければ扱うことができないブランドも多数ありますので、熊本のお客様が鶴屋に来れば常に新しいものが見つかる、そういったワクワクをですね、提供できる百貨店であり続けたいと思ってます。